なんか今日肌がテカってる。1時半までにします。あ、トロップテンケレロ。あ、できた。そらくん、やっほー。ナイスちゃんよ。そう、ちょっとね、そう、今日ね、そうだ、ツイートするの忘れたんですけど、今日フロントセブンのライブだったんですけど、 MC でってね、発表されたのですが、6月5日の KT ゼップ横浜にてフロントセブン新曲がね、お披露目されるということで、明日もレッスンがあるので、ちょっとレッスン動画をすごい見返してたらこんな時間になっちゃう。あ、せやせや。翔太やっほー。レスチやん。あ、ココイチさん、今日は来てくださりありがとう。ありがとう。嬉しかった、本当に会えて。懐かしかったね。もうさ、何4年とか前なのかな。4年とか5年とか前なのかな。鈴木やっほー。あ、こんばんちゃい、みんどんちゃん。みつきちやん。髪の毛が。今月は本当にいっぱいあって嬉しかった。まだ終わってないけど、今月。りなちゃん、やっほー。今日ありがとうね、こちらのセリフ。こちらのセリフ。ありがとう、来てくれた。めっちゃ面白かった、本当にライブ見てる時の顔。なんかポヨーンってポヨーンってしてた。トゥ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 プロフィールリプしてくれたよ、あの時。なんかなんだっけ、配信ありがとうかお休みかどっちかさ、リプくれてさ、アカウント見に行ったら誕生日の風船飛んでて、ふくふくレベル10になりました。コパンちゃん、やっほー。しおちゃん、よく私を見つけてくれた。当たり前だろ。髪の毛がもしね、水色になっても分かるよ。水色だったらさすがに分かるか、黄色とかになっても分かるよ。すぐわかる、端っこで見てたでしょ。ハンドハンマー、こんばんは。キさん、こんばんは。クロさん、こんばんは。トラスタスラッシュルジャーミス、本当に見つめてた。えってやっても、ポワー、かわいかった。クロさん1700回目。おお、泣いたみたいな顔になって、首下だけなんだけどね。ふくく、こんばんは。新曲の作詞作曲は私がしました。え、誰だったっけ。なんかね、調べたんだよね。そう、新曲の作詞作曲してきた。始まり桜とか確かシネマグラフに撮った気がする。あと3曲も誰かって忘れちゃった。どれかがジャンピーの人だった。ななけー。なんか写真でこの曲は誰が作ったとかすごい気になって、アミコさんにすごい聞いちゃうんだよね。でさ、聞くんだけどさ、すごい忘れちゃうんだ。聞かないと。フロントセブンではね、ストレートヘアなので、今日はストレートヘアです。お引越しがあるからちょっと頻度落ちるけど、行ける日は行くよ。え、大体何月から 何月くらいがあるなの、引っ越し期間なの。結構さ、時間かかるよね、絶対。
タンさんこんにちは。ラビタンやっほー、今日めっちゃ面白かったね話一生違うこと言ってた。今日ラビタンも割とポワーってしてた。みつきちゃんと並んで初見もっちんさんこんにちは。コンさんこんにちは。ポチしょうもない動画、え、送ってよ見して見して。ミセスミーさんこんにちは。トトさんこんにちは。ヤギさんこんにちは。皆さんこんにちは。浴衣の初日、あ、それかも。昨日の下浴衣のやつかもしれない。髪の毛黄色は逆に目立つ的な、確かにもうそのぐらい変化して、今日眼鏡かけたらめっちゃ良かったんだけど、ずっとかけてほしいぐらい好きだった。なんかあんまさ、眼鏡、そのさ、眼鏡かけてる人が好きとかじゃないの、別にそんなすごい好きってわけじゃ、嫌いでもないけどさ、フェチとかでもないの、今日すごいグッときたよ、眼鏡かけて。はやたん、やっほー。ストレートも可愛いから好きだよ。ツインテールだったね、そういえば。そうだ、ね。明日入籍？え？あ、入居だった。あ、びっくりした。明日入居するのか。ああ、ちょっとずつ荷物運び始める的な。一人だっけ？今日牛乳1リットル飲んだよ。牛になった？ラブーチェルこんばんは。こんばんで、今日もお疲れ様で、ありがとう。ミカさんこんにちは。バッシさんこんにちは。ビビビミエンネさん、なんて読むんだろう、こんにちは。荷物の運び込みがすぐにできないから、すぐに休めない、すぐできないんだ。一緒のデカタオルさ飾るんですよ。おはようチューってやってよ。おはようチュー、おやすみチュー、ありがとう、待っててね。やった。でも許可なしでさ、いっぱい送ってほしいのだが、なぎポチさんてかポチのさ、この前着てた服めっちゃ可愛かった。肩破けてたチェックのやつ、ワンマンの時の女だって言われは。なんかさ、ポチってさ女だけどさ、結構サバサバしてるじゃん、話し方めっちゃ話しやすいんだけどさ、女感じて、うぅ、音楽は一瞬しおり可愛いなって見て消えちゃった。あ、消えたの。あ、そうだった。あ、昨日が音楽。そうかね、そんなつもりなかったけど、あ、主人がそう見えちゃっただけかな。ポポ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 、え、もしかして5月最後だ。え、やばい、今日誕生日おめでとうっての忘れたらみたいに。まだ誕生日から1週間経ってないのに。入籍報告をそんな軽いノリで しないでしょ。いや、びっくりした、みつきちゃん仕事結婚するって言ってたのになと思ってあれ、話が違うぞ。エンマさんこんにちは。いや、田島よ、田島よっち、こんばんは。そう、今度のフロントセブンのね、5曲目新曲はですね、なんて言ったらいいんだろう、ああ特徴的です、すごく。あー、この子表現うまい。そう、6月5日に披露するフロントセブンの新曲は本当に個性的、特徴的、なんかへーんみたいな、ふーんと思いました。ほー、これがヒントです、新しい曲。そう、今日の、ね、もう一回言うんですけど、今日の MC で発表したんですよ。6月5日の豊洲じゃなくてジャップ横浜にて新曲披露というね。みんなどの曲が好きなんだろう、フロントセブンで。よっち、こんばんは。さすがにしおりちゃんにはお付き合いの時点でご報告する。え、報告させないけどじゃあうまい具合に破局に持っていっちゃおう。一瞬しおりにやけるのめっちゃ好きなんて返そうかね、迷ってんのよ。はくん、やっほー。おはよう、ちはやばいやつだ。え、でもさ、後ろのデカタオルを注文した人は全員そうだと思ってるけど。え、でかいタオルさ、
フロントこれだこれあみんなどうするの、もしどのくらいのさ誰が注文してくるとか分かんないんだがさすがにさバスタオルみたいに体は拭かんだろ、これスクショしてよ双子って顔茶色いんだが、おおそっくりやね。まあキュンさんこんにちは、ヤッホーヤッホー、ハギキングこんにちは、万歳こんにちは、万歳この前ありがとう、ワンマンの日にはお話ししてくれてふーちゃんこんばんは、ヤッホー嬉しい、ありがとうだよ、またジョージ送って、ジョージ送って面白いもん、前髪切った、なんで知ってんの、横だけさここは違う、今ね今日の子違う髪の毛を持ってきてて、なんか間違えたんだよね髪の乾かし方、それちょっと横だけなんか長いんだけど、これ本当は横の髪ならこっちのこっちの短い髪の毛なんだけど、こっちには今日ね来ちゃってて、ちょっとどうしようもなくて、ちょっとねこうやってこれほんと長いけど、ちょっとこうやってうまい感じそれっぽくして、本当はねこっちの髪のこっちの微妙な長さのこういうやつ、本当はねこの辺にあるはず、こうやって端っこら辺に、本当はこれが本当でもこと混ぜちゃえ、あーん絶対しおりちゃんとキッコさん、よしよし服染めそうだよ、肩で出ててよかった、さつまさんこんにちは、鹿児島県ですか、最低和光さんこんにちは、和光さんとんかつ屋さんですか、リンネ、あリンネさんだこんばんは、私も寄せたいフロントセブン入るからね、入るでもそしたら8位になっちゃうけどでも そう考えるとさ、関ジャニ∞って8位なのかな、ちょっと怖いしかないけど、僕もみんなにご報告できる人と出会いたい、出会ったらもう絶好だよ、りょうへいこんばんは、対局させ、そうだよ、修了しの人が彼女彼氏できましたなんて言いに来たら命はないね、3回目のライブなので全部が新曲に思って、もうそりゃそうだよね、あもうちょっと後ろのパートだとかさ、分かんなくないもんだ、分かる人いるのかな、もうすごい、いたらすごいけれど、でも今でも1曲4曲だからさ、絶対この4曲って分かってたじゃん今日だからなんかそういう意味では面白いかもね、バンザジャパンだって30何曲とかあってさ、今日なんだろうとか本当に分かんないけど、みつきちゃんファンレベルが10になりました、7人になりました、抱き枕に縫い付けて縫い付けて、あーめっちゃいいね、できないのかな、何メートルぐらいなんだろうこれ、終了時でかかった気がする、2メートルはないかさすがに、どんぐらいなんだろう、購入ページとかに書いてあるのかな、この日もうちょっとラメつけとけばよかったなーって、こちらこそありがとうで、お話し方サバサバしてる、うんそうサバサバしてるっていうか、ね、話しやすい、本当にサバサバ、うんなんて言うんだろう、自然体、あこの言葉めっちゃいい、自然体、なんかこうそのまんまって感じ、そのまんま東、今ね姉ちゃんと遊んでた、でも来ちゃったよ、遊んでたの配信公園で遊んでたみたいなテンションや、知らんがな知らんがな、うんか知らんが、なんか短いように見えたから確かにちょっと短くなっちゃったね、すぐ切っちゃうんだよね、本番前とかにさ髪の毛うまくいかなかったらさ伸びてるとこすぐ切っちゃうなくなっちゃうよって、髪の毛サラサラなの羨ましい、そうかな、でもさもう
さあ、病院に行ってからどんぐらい経つんだ、2週間ぐらい経つのかな、もうちょっと2週間とかとか、ちょっと落ちてきたよね、あの頃のサラサラまではいかな、まだゴワゴワにもまだなってないけど、あの頃のサラサラを知ってしまっているから、このくらいサラサラになりたい、毎日1ヶ月に1回は行きたいよね、美容院。田中さんこんにちは、サムス塩地かわいい、クー、今日見られたけど確かに前髪うまくいってたのに、そうそうめっちゃ良かった今日のね、あの髪の感じ強かった、うん、いい長さ、ヤホ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 、うんちさん今日めっちゃ可愛かったです、えマジ、やっぱしおりちゃんの歌声が一番好きである、え珍しいね嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいけど珍しい、はあ嬉しいよ、素直に、命がそうだよ、命、僕もご報告ついしたい、やめなそうだよ、絶交絶縁だよ、絶縁、家族だったのに私たちでも記録取りになっちゃう、夜勤中で少しだけ飲みに来ました、ありがとう、夜勤中に仕事中、この時間までお仕事してて、えらい、自分は破局に近づいてるから安心してね、何が、いややっぱり趣味まで失うわけにはいかないのよ、ん趣味って何のことですか、別れたらまた出会いの遅、あ、そ早くってこと、あ、もし田島がそういう人ができて別れたらってこと、どうしようかな、そしたら主人は都合のいい女じゃね180センチ、あ、タオル、これ180センチあるの、思ったよりでかいね、むしろ顔茶色いんだよね、から一ノ瀬かな、こんにちは、ウケる、今日ショールームの話したよね、お疲れ様、主人あの草っこ見直しやるから、ちょっとこの後やるから何の報告っつって、お魚さんこんにちは、そカダモンさん来た、でも初見ついてない、何回か来たことあるんですか、カダモンさん、しおりちゃんひる口が可愛いな、あひる口、あの 上の唇が薄いんですよね、ひろのんさんこんにちは、話し方そんなに言われたん初めて、じゃマジ、なんか自然だよね、なんかこうさ、こうなんていうか気使ってる感じとかないよね、アリとキリキリマイさんこんにちは、ミトちゃんレベルが10になりました、しおりちゃんと出会って距離を縮めるところまでは来てるから、あとは婚約する、そうだよ待ってるねじゃあ出会った場所で、出会った日本武道館340日、おめありがとう、ちゅちゅ、おでこ出さない方が若く見えるし褒めれるんだけど、そろそろ汗かくからセンター分けばっかない、そう、あ韓国のアイドルみたいだね、センター分け、センター分けのするさ人さ、そういうイメージある、韓国のアイドル、しおちゃんかわいい、ありがとう、ご報告できない人とばかりお付き合いしてきました、そんなこと何やばい人ってこと、あそういうこと、つながりでつながりオタク、しおりの反応が趣味ってこと、どういうことまんぱんさんこんにちは、都合のいい女、そうだよ、だって別れたから戻ってくるとか都合のいい女じゃんこのでもさたまにいるよね、なんか3年くらいさ会いに来なかったのに急に会いに来て、なんかさなんか昔から知ってるよみたいな感じ出す人、この土日も名古屋長野なんだ、あゆには申し訳なくなんだけど、しおちお土産持ってく、マジお土産楽しみにしてる、帰った、あ帰ってくんだ、こんばんざい、今日ライブ後にね楽屋で話題になってたよねえカルちゃん言わされたけど5月最後では何よ 31? よかった、うちらの5月が終わってしまうのかと思ったよ、カノモは割と潜ってますし、今はオタクモード、しおりさんかわいい、いつも言ってくれるかわいいって2番目でしょ、しおりは世界で2番目だっけ、宇宙で2番目だっけ、なんだっけ、なんとかで2番目に好きって言ってくれるよね
おやすみね、しおるちゃんち。おやすみ。しおるちゃん優しいし、面白いけん話しやすい。マジ？あれかもね、方言が近いからってのもあるかもね。バイブス。武道館でプロポーズなんて最高じゃん。ね、やばいよね。武道館でプロポーズって。武道館まで歩く距離がちょっとめんどくさいかも。中野行き過ぎて服部さんに怒られた。なんで？そんなことはないって。あふーん。赤とさんこんにちは。トマ金魚さんこんにちは。あれだね、お手紙にも書いてなかったけど、実はガールフレンドいるの。でも男に関して基本的に、え、知らんかったんだけど。いつから？かなちゃんってしおりちゃんそうだよ。しかもなんかめっちゃ昔から足軽ジャパンなんだっけ、なんかレッスンに行ってから3回目ぐらいの時になんか言われた気がする。好きですって。で最初は嘘だと思ったの。なんかたまにいるんだよね、最初はさ好きですって言っててもさ違う人に、まあ、オタクもあるけどさ、よくなんかあるあるじゃんそういうのって。だから今言ってるだけかと思ってたんだけど。ウケるっていう話をこの前カラちゃんとしてた。ハゲキングファンレベルが9になりました。ありがとう。それで勝利とガールフレンドどっちを取るかとなって勝利を選びました。あ、そうなの？じゃあ別れたってこと？おめでとう。そうよね、瀬戸内仲間ね、瀬戸内感じるよね。最近さなんかめっちゃコンビニとかにさ瀬戸内レモンみたいな多くない？5月気がついたら終わり掃除しんどい。やばいよね。え？受ける。全然合ってない。あ、なかった。夜の情報待ち。あ、時間ね、31か。まだ出てないよね。千春さん初訪問こんにちは。ケイスケ、やっほー。夜勤中？やっほー。仕事お疲れ。やっぱり趣味というアイドルオタク、そしてしおりんがないとダメなのです。把握をリスインした。そうだよ。で、そこの前に話したんだけど、かのちゃんはめっちゃ口でも伝えてくるし、もうすごい表に出すタイプで、ののかちゃんはこう言わないの、あんまり。うちに秘めておくタイプ。ずっと好きだし尊敬が増えてもっと好きです。だってどこを尊敬するんだろう、こんな私。でも知ってくれてね、嬉しいんだよね。ちらほら会ってた男の子たちおったけど、福岡で BJ 浴びてこれじゃいかんなと思って全員聞いた。あ、そういうこと。でもさ、そのちらほら会ってた男としおりだったらしおりを選んでくれたってことだね。しおりちゃんが一番いい。しおりちゃんって初めて言われたんだけど、ウケるが聞けたので安心しました。ウケる。しおりさんの口が悪くなったら仲良くなったと思ってるけど、あ、それはあるかもね。それもさ、割と女みたいな部分あるから、やっぱ最初はさ、ありがとうみたいな。そう、なんか人間ってそうじゃん。それ急にさ、初めて会った日にさ、3年前から知ってる人と同じ対応できないじゃん。それ。トラトラさんね、最近。だって2年前とかうんちとかおじさんとか言えなかったよね。おいね、今日瀬戸内レモン卵っての見かけて。レモン卵？どんな味？絶対まずいやん。そういえば、T シャツあげてた。そうじゃん、あなた。しかも生誕の時とかでしょ。大丈夫、これは自分で決めたやつなんです。何が大丈夫？ののかちゃんは社交。社交って何？なんか偵察されてんだが、 MS7 ってやつに。何燃やされる、これ。もしや。ハート母さんこんばんは。初級さんありがとうございます。5人ならのイベントサボっていきたいけど、31かな。あ、31ワンチャンみたいに言ってたね。27はね、さて、超すよ、21時。あ、間違えた。これ6月1日だったわ。5月27早かった。4時か5時とかなんかそのくらいだった気がする。遅い方が会えた？もしかして。そうだ、次のライブは27日なんで、みんなお願いします。早い時間。うちと一緒じゃん。何が？みずきちゃん会った時あんま出さないよね。なんかツイッターとかではさ、今日もさ、なんか可愛いで返してくれたけどさ、実際会ったらなんか。僕も誰かから好かれてる。シュー好きだよ、こんなに好きって言ってんのに。ナウありがとう。25分。とにかくこれからもお宅は続けるのによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シューとおやすみ。今日も愛してるよ。おやすみ。しおりちゃんにわがまま言われた時の歓喜を一生忘れない。そう、私は結構さ、言いたいことは言ってるけど、本当のわがままはあんま言えないんだよね。レアだよ。普通の生卵のパックにそう書いてあって、え、どういうことなんだろう。使った？今週末レオンシアターで会えるね。そうなの？
待ってる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 、名古屋か、こんばんはこんばんは、やば攻撃されてる、爆笑、シャカマネ、シャカマっていうの、シャに構えてるみたいで、ふーんってな、ののかちゃん、え、ののかちゃんふーんってか、なんちゅうの、言いたいけど言えないタイプでも、ののかちゃんから写真撮ろうってやったことないもん。少年に隠し事もあるくらい、そうだよ、好きって思ったら好きって伝えないとだよね、愛は伝えるとき伝えないとだよね、そうだよねで、カラちゃんこれこれめっちゃ言ってるよね、これでも本当にカラちゃんのさ人生とか聞いてたら本当にそうだなって思う。27早いんだね、え、早いよ、5時台だった気がする。一ノ瀬なんか三ノ瀬ちゃうんかい、一ノ瀬だよ、一ノ瀬、うちには1と7がいる3はおらんね、カナも名言、そうだよ名言言ってる今、焼酎が美味しいの食べた反応がめっちゃ可愛いし、長野に陽道さんの店員が動画見て感動してたね、美味しい時は顔に美味しいがこうにじみ出るから、ね、美味しくない時も出ちゃうけど、焼酎ぽよこんにちは、しょりんちゃんが一番だよ、どうでもいい異性関係に無駄な時間使うの嫌になった、絶対結婚する、どうでもいい異性関係笑う、絶対結婚する、もうこの配信でミントンちゃんとみずきちゃんと結婚することになったみんな女、ツイッターは別人格、あ、そういうこと、何個人格持ってんの、アイドルからの好きはでっけえラブじゃないよ、なんだと思ってんの、小さいラブだと思ってんの、バンドジャパン、そうだよ、その卵怖くて買わなかった、え、買ってみてよ、もしかして500円とかした、好きって、寝てないじゃん、おやすみって先さんケンキチさんこんにちは、オレミオレミ魂さん、なんて呼びますか、こんにちは、ツイッターと配信と実際は違う人いるから面白い、面白い、タートラさんとかもそうだよあ、ツイッ、え、タートラさんはツイッターとローボバのチャットと実際が全然違うマジ面白い、あのローマのチャットがね一番好き、もうこんな多分もう 4,5 年経ってるけどね、一番ねいいと思った時、うん、なお、ありがとう29分、じゃあそろそろ読みます、このコメント全部読んだら、うん、アイドルは自分のオタクみんな好きだからね、まあそれはそうだねでもハクはなんか自分しおりのオタクなのかオタク、うん、どうなんだろうみたいな、なんか感じだよね私のこと好きなのかな、どういうこと、好きなのか嫌いの、嫌われてるとは思ってないけど、なんか好かれてるとは思ってるけど、なんかどのぐらいのそういう感じなのか分かんない、うん、お疲れちゃん、ありがとう、あーかわいい受ける、スクショしよう200円台だった気がする、え、まあまあまあチャレンジできる値段、少量休み宿食だ、はい、今日のスクショグー、ツイッターじゃおしゃべりだしよく臭いしてるけど実物おとなしいね、からねわしね、ライブで声出し可能じゃないときはおとなしいよね確かにツイッターね、うん、そういう人もいるよね、でもどんなアンズにするか迷ってんの、はあ、どんなのがいいかね、寝りを積んでください、寝ろってことですか、はい配信ありがとう、ありがとう、今日は会いに来てくれてよかった、またあの前髪を見せてくれ、おやすみなさい、ハキキングおやすみ、めちゃくちゃ元気でいいなと思っています、え、嬉しい、元気です、いつもこんな時間でも、ラブちゃんおやすみなさい、おやすみ、配信ありがとう、ラブラブ、くくおやすみ、配信お疲れ様です、ありがとう、ふーちゃんお疲れ様です、今日のふふふふふふ練習、さやさん初音ありがとうございます、ペンペンさんこんにちは、ロムバー遊びだから、あれも遊び取ってるって方、障子がついてるくれてるのと同じくらい好き、え、すごいよ、それはビッグラブだよ、ふーちゃんセンキュー、たとえさんバイバーイ、メーテオーラさんこんにちは、ソラさん、ソラさんだって誰だよ、ソラくんお疲れ様でした、ありがとう、リンネさん夜勤中って言った、お疲れ、次会う時にお前髪伸びちゃってそうだから自分で切るチャレンジ、マジ切った髪ちょうだい、おやすみチキング、おやすみ、頑張ってね引っ越しの準備、誰だよね、ソラさんは誰だよソラさんと爆笑した、じゃあね、明日はライブないわ、次のライブは明後日27日
早い時間。じゃあれだ、ライブの詳細はツイートしたけど、出演時間とか出てから多分言ってないので今からツイートします。おやすみね、しおちゃん。あ、起きてた。はい、久しぶりのこれ。ハート作ってくれなかったでツイートして、しおれのおすすは恥ずかしがり屋のやでこんな元気やねん。そりゃそう。最近ね、そういうのね、あのそういうのが出なくなってきてね、それ的には嬉しいんだけどね。バイバーイ。